スクエニックスチャンネルはいどうも安本ひろでございます、えー、3月21日から配信ということでまあ収録してる時はもうちょっと前なんですけれども、えー、3月16日に誕生日を迎えているはずですですので36歳になりました年ほどでございますまあ3月っていうのはもう自分の誕生日もあるんですけれどもまず、あ、11日に震災があったりとかで あれ以降やっぱり命ってものにすごい考えるようになりましてあと何ができるかなってんで自分なりにできることをずっと続けていこうっていうのが、まあ、自分の誕生日とその大変な日が近いところにあるおかげで忘れずにいられるので僕にとってはうん何ていうんですかね大事な月ですねやっぱりだからやれることを皆さんやっていきましょうエンターテインメントはねょっとあ,あっていいと思うんですよで僕たちはそれにまつわることしかできないのでそこからねあの。 パパンパン錬金術バリにお金を生み出してそれでできることをどん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 いい方向にやっ使っていきねえかなと思ってこれからも頑張っていこうという真面目な話もたまにはするんだぜっていう36歳安本博己ですじゃあいきますスクエアニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組「スクエアニックスチャンネル」略して「スクエニちゃん」特集は、えー、4月から放送のテレビアニメ「デビルサバイバー2ジアニメーション」ゲストはシ島マ第一役のおはよです <laughs> シジマ第一役のオネオスです、えー、去年の5月以来の登場ですとそして大型アップデートを終えて新職業も追加 WiiU 版総3月の月ですなに出ます WiiU 版の発売も近いドラゴンクエスト10目覚まし5つの所属オンラインのミニコーナーもありますというわけで今回のスクエニックスチャンネルも最後までよろしくこの番組はスクエニックスの提供でお送りします

安本輝がお届けしているスクエにちゃん一緒にお送りするのははい相棒ちゃんの件ですお疲れ様ですお疲れ様です,うい,すそういうことでね僕がネオロマンスに出てる裏で君は一生懸命ゲームをやるっていう楽しいイベントで出てたそうだないやーなんか本当に楽しくゲームをしてあのー、ねお金がもらえるってなんか申し訳なかってくるいいんですエンターテインメントってそういうことですそれを楽しんでいただく方がいるからこそ僕らもそれを一生懸命やるっていう、ねはい、素敵サイクルなんですよエンターテインメントってのはいやもっともっとね皆さん楽しませるべくね頑張っていきたいと思うんですけど ってことで、今日の頭の話はどうですか。いや、そうですね。あのね。<laughs> 最近僕ね、ヒョウ柄とかゼブラ柄とかね、そういうあの服とか好きなんですよ、ね。谷山紀章さん。<laughs> <laughs> <laughs> ね素敵な感じですけどもたまにはそういうシャツとか着ようかなとかして現場行ったら結構ね他の方も小物だったりとか帽子とかそういう方がたまたまいらっしゃって結構アニマル柄が多くてねリアルサバンナかよって思ってね僕も靴ヒョウ柄の靴とか地味に履いたりしますからねリアルサバンナかよリアルサバンナかよリアルサバンナデビルサバイバーか。 デビルサバイバー <laughs> リアルサバンナかよっつってつったらつってを使ってツーまでいっちゃえばよかったじゃない <laughs> ああここでダメ出しやめてくださーい <laughs> <laughs> はいということでね今回は今週は4月から放送開始のテレビアニメデビルサバイバー2次アニメーションよりゲストはしじま第一役の岡本です。言ってください岡本ですよ。岡本信彦ですよそこ。難しい日本語が難しい。おかしいさっきまでぺらぺら読みかたおかしいですよ。岡本です。全然何てかわかんない。序列が回ってない。声優さん声優さん岡本信彦です。岡本信彦さん。

<laughs> すげえハゲだな、えー、こいつと嫉妬しちゃうわそんなの <laughs> 今日のね別に信彦ののなんていなくても大丈夫っすわあわひどいひどいひどい,い,い,だいし,しこりなしでも俺いけますわ悲しい悲しい <laughs> 必要としてほしいです。本当はしてるよ。本当ですか。それ聞くとちょっと嬉しいですね。なんだそれ。前だがノブが来た時はドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダランド、3D の特集しましたと。いやテリーワンリ白いね。さんざんバラバラやってましたからね。本当面白い。でまあその時はテリーワン当然やってましたし、で最近やってるものなんかあります？やってるものあります？やってるもの。ハマってるものあります？ハマってるものゲーム何でもいいよ。何でもいいよ。何でもいいよ。こういうのでもいいよ。 ちょっと待って SST の話はなるほどねえあのソウルサクリファイスはいね、あれソルサク兄さんねソルサク兄さんはやっぱやってますねでも先ほどケンヌさんの画面を見たらケンさんの方が進んでたんそりゃそうでしょうそりゃやり込みますなって思いましたソウルサクリファイスってさ難しいなと思うのがさなんか一応遠距離武器とかもあるじゃんありますありまねどうしてもあれうまく使えないとどうしても近距離で殴り行っちゃうんだよねあわかりますそれ あと、地面から精霊が出てさ地面、ドーンドーンって肩がやつ、俺、あいつ好き。あっ、いいっすよね。変身するのも大好きそうよね。しびれさしといて、ドーん、ドーんってみんなでやるみたいな。ダメージも高いんですよね。ため攻撃が好きですすね。変身した後の。いろんな種類があるのがいいなって思いますね、やっぱり技に。ビータの新 QIP もやっと出てきてくれたんで、ここからどん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 ゲーム広がっていきゃいいと思いますが、ゲームといえば。 めんどくせえ。今の流れ切ってまでやることが。今いい感じの流れだったじゃねいか。腰打った。腰打ったじゃねえ。あ久しぶりです。久しぶりです。さん、ケンさ兄さんお誕生日。あすごい。俺も。すごい。すごいな。うそ。ケンちゃんになってる。やすもとちゃん、ケンちゃんお誕生日おめでとうって。とスイッチが書いてありますよ。写真撮るまでじゃこう。no no 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 手でバンダメです顔でバンもダメだよなるほどお誕生日そうですよまあまあねまだぶっちゃけまだ先ですから収録してる段階ではもうちょっと後ですけどじゃあ俺も撮ろう練習していいよいいよああいいすごくいいよスイッチいい顔してるねいい顔してるよああいいのみんな写真もそんなお二人がすごいいい顔してる

僕は今戸惑っています。僕も今戸惑っているから。ねまあでも美味しく食べようじゃありませんか。まあいい匂いさせつつちょっと全部ね。ね、あののぶが来たわけですから。そうです。そうです。なぜのぶが来たかってのをちゃんとね、やっていかなきゃいけないんで。そうですね。お仕事しようぜ。ここから。 さ,さてさて、はい、ね、<あ>先ほどアトラスからアトラスから発売された任天堂 DS 用ゲームソフトデビルサバイバー2でございます、はい、その世界観や登場するさまざまなキャラクターたちが魅力的なこの作品が今回満を持して デビルサバイバー2 g アニメーションとしてアニメ化ということでございますよデビサバですねデビサバサバ2でございますはいリアルサバンナじゃないですよはいそのアニメのコミカライズ「デビルサバイバー2 g アニメーション」は月間 G ファンタジーで連載中、うん、来週3月27日に待望の第1巻が発売になりますちょっとストーリーの方をあお願いします、はい、何が正義で何が悪なのだろうか突如極限状態に陥った日本 その背景には日本全土を絶望の淵に叩き落としていく謎の侵略者セプテントリオンの存在がこれは人間への試練なのだろうか残酷で壮絶な現実に翻弄される人々と悪魔と契約し謎の侵略者と戦う力を得た個性豊かな13人の悪魔使いたちこれはそんな極限状態に置かれた人々の葛藤と選択の物語世界の終末まであと7日その選択が 未来を作る なるほど。はいということです、ねはい、この「ジ e a n i m e i o のオープニングテーマアーティストは「ライブチューンアリングふかっせフロム世界の終わり」でございます、うんはい、エンディングテーマアーティストは「ソングライダーズ。音楽面にも注目ですお願いします。なるほど。といった作品なわけですけれどもこの「デビルサバイバー2」のアニメーション。はいはい、そうなんですよなんで、うん、あの初めてこのタイトルだけ見た方はもしかしたら第なんかの第二期かなって、うんね、思っちゃいますよね。間違っちゃうかもしれないですけどうん、うん、これはもうこれが最初ですっていうい、ね、アニメとしてはデビルサバイバイじゃなくんですか ほうがアニメになったよっちゅうことです単純にそういう話なんですはいさあさあさあ岡本さん僕このゲームやったからある程度分かるんですけどおありがとうございます岡本さんまあ一応ね知らない方もいらっしゃいますから聞いておきましょうよはいすずまダーツさんってどんなストですかすずまダーツさんすずまダーツさんとどんなストですかすずまダーツさんは旅するやつ違います日本列島旅する旅しないですねあのシジマ大地さんの方シジマ大地さん この段階だとまあクゼヒビくんというのが主人公なんですけど、うんうん、これがまあプレイヤーキャラですね。なるほどえっとゲームをやるのとしては、そねうん、でそのだいダイチくんというのはそのヒビくんの友達ポジションという親友のポジションで存在しています。結構明るめなキャラクターでですね、うん、あの楽観的にすべて物事を楽観的そうな顔してるもん。あ、そうなんですよ。うん、物事を受け取っていくので、まあ、謎の侵略者。 が現れていくんですけども、うんはい、それに対してもビビりはするんですけども、うん、どこか本気でビビってんのかっていうツッコミが入りそうなぐらい<ー>ちょっとあの憎めない子ですから唐揚げの方が先に来る感じですね。うん、でまあ志島マ大地君は一緒にですねこの悪魔使いって先ほどストーリーの紹介にもあったんですけどもうん、うん、その中の一人として一応か 活躍。まあ覚醒するからね。うねうそうですね。一応そうですね。えー、あ<の>これどこまでいっていいのかそうだよなちょっと難しいんですね。まだだって放送はされていないから、ね。でもあれでしょ？三、えー、月の二日。 シネマアート新宿で先行イベントがあったんでしょ先行上映イベントそうなんですこれびっくりしたさっき聞いて4話流したの信じられないですよねまさかの4話流したよ。すごいよね今日なんとスペシャル映像がありますって言ってえってざわってなって PV じゃありませんなんと第1話のほかにみたいなほかに第4話までって言った瞬間に皆さんが結構見なざわでだってみんなの中で頭の中でパーン2時間ってなるもんね確かにえっていう監督も監督で控の室にあ控たん 帰った瞬間にいや結構、一話一話が深いからもしかしたら疲れてるかもね、がははみたいな。だろう情報量多いゲームだしね、これは。まず一、二話の時点でキャラ紹介も含めてこういう世界観ですっていうのをお送りしてからの侵略者とは何なのかに向かっていくんで話自体も結構シリアスなんですね。なんで結構、皆さん見た方は疲れたんじゃないかなとは思ったんですけどい良かったんじゃなでも一応 大丈夫でしたかって言ったらめっちゃ面白かったって言ってくださる方がめち,ゃちめちゃしこは違いますめちゃしこは <laughs> 可愛いキャラクター例えばこの日田いおちゃんの方がお前これめちゃしこどれがめちゃしこなのお前この中で結構供入率が高いですねそうですねあの まず新田伊代ちゃんかなりの巨乳なんですけどもそうね爆乳戦隊モマレンジャーだねそんな戦隊いませんんませんすな直だアニメでもちゃんとその爆乳感ちゃんとあります爆乳感どんな感じだよぜひ見ていただきたいですねゲームやった方でもやっぱりそうだね爆乳感はおおって目が引くものが多分あったと思うのでゲームの段階だと確かに大地君みたいなキャラクターは好かれるキャラだからねこういう人いてよかったなと思われるようなタイプのキャラだもんねそうでですねなんアニメーション ポジションだと、あのー、大地君はそこのなんでしょうね楽観的部分がもっと盛りだくさんで出てる感じですから、ねうん、もっともっとゲームよりもさらにあのー、面白おかしくポジションとしてはなっておりますまあデビューサバイバー2」の話もっともっといろいろ聞きたいところなんですけどね、はい、やっぱ当番組尺ってものがございましたあなるほどあるんですねでも話足りないよなまだそうですねゃあ来週も来てくれるかな とうございます <laughs> この流れすごいどっかで見たことあるぞ <laughs> <laughs> でもね「あのデビルサバイバー2」のこのアニメの方は僕まだ当然触れていないんですけれども、はいうん、なかなかあの何ですか重たい感じがするかもしれないですけどポップな要素が実はちょいちょいあ,るあったりとかしてて。<laughs> とつきにくさだけじゃないんでですすよねねそう主人公は主人公ですごい物語の中心にいるんで葛藤はするんですけどその脇役が結構個性豊かなんですよなので先ほどすごい情報量があると言ったんですけども全然流し見も可能なぐらいフラットに見れる作品でもありますそういうとこも楽しめるねいろんな意味での喜怒哀楽を主人公以外のところで賄ってくれてたりとかするからすごいねなんつうんだろうな トン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 って言葉で進んでいく感じがして、俺はスッキリしてていいと思います。そ,すね、その感じがきっとアニメにも出てると思うんです。出てます いいぜひそちらのも皆さん楽しみに見ていてください、はい、デビルサバイバー2じアニメーションぜひチェックしてみてくださいはい2013年4月よりアニメイズムワークにてオンエアされます MBS は4月4日より毎週木曜日26時5分放送スタート TBS は4月5日より毎週金曜日26時25分放送スタート CBC は4月5日より毎週金曜日27時10分放送スタート BSTBS は4月13日より毎週土曜日24時30分放送スタートです 放送日時は変更になる可能性がございます詳しくは公式ホームページをチェックしてくださいそしてアニメのコミカライズ「デビルサバイバー2」「ジアニメーションが」が、えー、連載されている月刊「G ファンタジー」4月号は好評発売中コミックス1巻は来週27日に発売ですアニメと合わせてご覧ください、えー、というわけで岡本信子さんには <laughs> 間違ってる間違,え間違えたヒコヒコ 岡本信彦さん読んでください <laughs> <laughs> おかしいなし書いてあるのじゃあにじな,なんて書いてある岡本信彦さんここでいいです <laughs> いやこれあともう付き合いいただきます <laughs>。 人相棒県でお送りしている今回のすくえにちゃんゲストはこの方岡本信彦さんです岡本信彦ですおお<う>彦です彦さん <laughs> はいしこりって言ったんですけどダメですねやっぱそしてそうですね先ほどからいたんですがあのなんていうんですかケーキのいい匂いを持ってきてくれたこの人もここにもいますはいお手伝いちゃんの西飛鳥ですはいというわけお願いします,ますドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインクエスト情報局」 ドラゴンクエストシリーズ初のオンラインドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインで続々と配信されている新しいクエスト紹介するコーナーですおお一息で言えた <laughs> 素晴らしいノブは11<あ>もやっ,てる一応やってます、うん、はい俺ね最近ちょっと休み気味なんでそ,、まあ、そうなんですけど僕が休み気味の理由はもう w i i u でやりたい ヤそうですねヤン i ンウのベータをやろうと思ったんだけどちょうどねそれこそ本当三月がねもうイベントラッシュであお仕事とイベントが、ね、僕ダダダダダってあるからちょうど月末にぽっかりヤーポケットみたいに開くから、うん、そ,そこにちょうど WiiU 版が出るじゃないですかヤンヤンそこから俺本気出すヤンヤンかっこいいヤ <laughs> うわすまじい、ね、俺そこから本気出す <laughs> <laughs> こういうこと言えるのってすごいですねう でまあちょこちょこインはねしていろいろやってますけれどもはいこの間大幅アップデートが出ましてノブはドラクエ好きだもんなそうですね僕やっぱ魔法使いがこういう時だと大体やってますからねメラミ法になるスーパーメラミ法になるスーパーメラミ法が大好きです暴走魔法人からのスーパーメラミ法とりあえずダメージソースが高いっていうなかなかねほんとね探検がな探検のことは忘れてお話進めよう ささ今回の配信分は3月18日配信分、はい、仮面のバトルマスター」第3話「バトリンピック予選編」「受注場所はコロシアム」「娯楽島ラッカラン」「受注条件はバトルマスターレベル40以上、えー、仮面のバトルマスター第2話をクリアしている」はいでも1個が「賢者独者第3話古の聖剣を訪ねて」「受注場所はドルワーム推奨機」「とバチック大陸」「受注条件は賢者レベル40以上第2話をクリアしている」 でも一これが3月21日配信分仮面のバトルマスター第4話バトリンピック決勝編、うん、決勝戦じゃないよ決勝編だよ受注場所はコロシアム五六島ラッカーン受注条件はバトルマスターレベル45以上第3話をクリアしている、はい、で賢者特者第4話呪われしともに手を受注場所はドルワーム推奨機ドワチックタイル <laughs> <laughs> ドワチックドワ,ッドワ,ッドワッチック <laughs> 受注条件は賢者レベル45以上第3話をクリアしている これね、バトルマスターで、なんか両手に武器が持てるわけですよ。はやぶさの剣をね、二刀流にしててね。ちゃちゃかちゃちゃかやってる人がね、楽しそうだった。楽しそう。ずっと俺のターン。ずっと俺のターン。ずっと俺のターン。俺を見て言ういる。ずっと俺のターン。 ずっと俺のターンの人だろじゃあじゃあのね俺そのセリフ一度も本編で言ったことないあ違うのそう実はそう一人歩きしてずっと俺のターンっていう言葉が生まれてそれを一度もないイメージだと言ってるんですけどねずっと俺のターンって言ったないんですよそれがじゃあ今回言えるわけですねこれで。 あ、言えるわけです。まあ、そうですね。チャットでね。チャットでね。タタタタタタって。ニシはこれ、アップデートしたからやったやりました、やりました。賢者は賢者、もう早速取りましたよ。あの、職業、賢者になって、今まだレベル21なんですけど、でもそこからどん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 。賢者で何をしてるの、今賢者で、両手杖。

えっとですねポッシボーをあげてんのポッシボーはポッシボーはアイドル前向きでもともとその岡本さんは魔法使いなんで魔法使い魔法使い私もう6位ノブは魔法使いじゃねえよえ魔法使いみたいな人だけど魔法使いじゃねえよわかりすよノブノブだって大丈夫だよちゃんとしてるよそういう話じゃないです違うんです間違えたメラとかどうこの話じゃないですよメラがそのそまだ26ですよあれか 魔法系を上げたくってすごい今賢者を上げよう上げようと頑張ってるんですけど両手勢も全部極限まで上げて魔法も全部上げて、うん、で今また賢者のあのパシバルじゃないですかもともとある、うん、あれも順々。今ジュンジュン 順調に上げてるところで順々順調に上げてるところですあとはじゃあ送料で上げ、送料で MP とかどんどん上げとけばいいんだねそうですねうん、うん、でも両手勢でパッシブ全部上げちゃったらあの MP プラス100っていうのがあるんで今私 MP270 足りないってまだ足りない,足りない本当ですかもいいよ本当ですか、えー 今日ボスに行ってもらんよん。何発目ラミア打つんだーってなる。ピ <laughs> <laughs> ンなんかじゃ足りねえ、生粋おこせってなる。ピン足りないんだ。まだまだじゃ足りなかったんだ。すごいな、いな上には上がいるんだな。ということですね。ここ 全 <laughs> 全然全然でもねわざとそうやって自分の低レベル帯のジョブに、うん、ジョブ人知した時は低レベル帯の友達と行ったりとかいろんなね遊び方もできるんでね、うん、まだまだあの全然なんかもう話ついていけなくて「ドラクエ10怖いわ」って言ってる人たちも今から始めても怖くない、うん、怖くないよ <laughs> だからぜひぜひ皆さん遊んでみてください <laughs> はいウィーオーソフトドラゴンクエスト10目覚めし5つの所属オンラインは大好評発売中です。 WiiU 版の方は3月30日発売予定なんですけれども、はい、3月30日31日に秋葉原 UDX の2階 2>、うん、秋葉スクエアで初のファンイベントを開催するそうです<ー>、うん、またご来場いた,いただけない皆様にもお楽しみいただけるように会場からのインターネット中継も行うそうなるほどです <laughs> そして中継内でイベント会場で先行体験していただいているザ キャッツコインが手に入るプレゼントの呪文を発表しますのでチェックしてみてくださいなるほど詳しくは公式サイト「目覚めし冒険者の広場」をご覧くださいさあ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 台本上だと岡本信彦さんとはここでお別れってなってるんですがまあ岡本さんのラジオに行った時はねあのお別れってらっててもお,お別れに僕よくされなかったんで <laughs> <laughs> されなかったんでだから岡本さんもここでお別れしないで次のコーナーも行ってもらいますあ面白いんですか ミックスチャンネル。独裁、独断と偏見で俺のベスト3を発表して何が悪い？基本的にはゲーム、アニメ、漫画に関する自分なりのベスト3を基本的には紹介するコーナーです。なるほど。<お>基本的には。でもちょっと違う話に今日はなりそうです。うん、まああのノブもさっき言ったと思いますが。はい 冒頭で健さんがぶっぱしたじゃないですか。ぶっぱってますね。あれ日常茶飯事ですけども、これ突っ込みまちが先するようになったなるほど。それは触れないんですね。そうそうそう。ダさんが見えた時は何も言わない。きついこれ。卑しさを感じた時だけ突っ込むっていう。すメリハリをつけて生きてるんだけれども、まあそんなそんな健さんにですね、ちょっとメールが来てますんで、チャンネルごっこさん。 3月16日の安本さんの誕生日に続いてありがとう3月24日ケンさんの誕生日ありがとうおめでとうありがとうございますケンさんといえば冒頭のダジャレ私も大好きですということで誕生日を記念して第56回2012年10月25日配信から始まった、えー、冒頭<笑>爆笑ダジャレの2月末日配信分までをランキング形式にして独占させていそれ。そ第三位 第62回「<う>レモン酸っぱい」これ「デモンズスコアです、ね、<laughs> <laughs> どうすりゃなるんだ」って、ね、<laughs> で理由分かりやすく純粋に面白いって思いましたと当時の私のメモに書いてあったメモってたんだ <laughs> 2> <laughs> で第2位第66回「はい、ダジャレなし」「まさかの正月休みなぜか笑いが止まらない」<laughs> <laughs> そして第71回「ワンナイトでキャッチリリース」 ワンナイイトリバースあの伊藤健さんのラブ安本さんもおっしゃられていましたがエロいさすがケンフルエンザいろいろわかんないよなんかも <laughs> う僕もダジャレ始めたら魅力が増すことができるのでしょうか <laughs> 余談ですがケンフルエンザは69回冒頭から発症し始めたようです <laughs> ケイさんこれからも私たちを爆笑させてくださいねと。 ということでこの方はですね別紙でケンの今までのダジャレを全部やめてやめてみないこんな言ってきたんですかまとめて書いてくださいしかも冒頭の話題とかまで書いてくださってすごいこれありがとうございますどれかワンナイトリバースがワンナイトでキャッチアンドリリースってもう完全にもうエロい話だと思うじゃないですかえいじゃなですか違うって言い張るんですよね違いますよケンさんはねケンフルエンザっていうのでまあ男は比較的大丈夫なんで女の子は全部ケン人が好きになっちゃうね ケンフルエンザないない。で俺がそれを噛んじゃったのケンフルエンザ兄さんっていう落としたのに何だっけこの間ケンフルインザネーさんつけた。めちゃくちゃになっちゃった。それでね何か何だかがね始まった。あそこから。ねネサいろいろエデンの選手たちも我々ねオンノブがレーション読んますけれども。セブのの卓上した時にエデンの選手たちっていうのをおでんの白玉っていう。白玉。 いやぴったりのギャグだね素晴らしいですねやっぱケンヌさんだからこそ出るワそうだねやっぱり僕ぐらいになるとやっぱスッと出ちゃうねこのねさすがっすねで「目覚めし5つの種族オンラインのダジャレが目覚ましいつもすげえ満載」ってやっぱ起きれないからね朝ね目覚ましいっぱいかけちゃうじゃんそうっすよねありますありますヒットマンアブソリューションがフィット感危ねえじゃん収まりがいいっすねなんかそうそうそう 浮かれ化け物の朗らかな破綻が浮かれすぎて横腹を今日だって思っ <laughs> <laughs> 俺のコメントがその出来でいいのかって <laughs> <laughs> もう先輩には勉強させていただいてなるほど、はい、いやよくポンポン出ますねいやでもね、あのー、大体僕クラスになってくると、えーあのー、アベレージ30点から40点だよね <laughs> <laughs> ひどい <laughs> <laughs> そんなことないですよ、うん、でこれ個人的に好きなのが「コール・オブ・デューティのコール・オブ・デューティーブラック・オプス2」の特集の時はほうほうほう コールドしたらどうなってんの多分自販機で話をしてた時に「コールド押したらどうなってんのコールドブデティブラックオフ2」ってまあダジャレでおなじみのケンユウさんがゲストだったんだけど <laughs> ケンユウさんのコメントが「ダジャレだから俺を呼んだのやめられなくなるよ」っていう。いや。 てるなそぁ、ねね、でもねよくねみんなダジャレとかねそういうふうにおっしゃってくださってますがどれもねダジャレではない,ない <laughs> え、嘘でしょ目覚まし一すげえ満載が比較的ダジャレかなあとおでんの白滝かないやだってほら冒頭で喋ってたらたまたま、ええ その語呂が似てる言葉が出てきちゃってあそうだ今日の特集はこれだったっていうの、えー、毎回なんかこうなっちゃうんですよだってギャラクシーダンジョンが紛らわしいダンジョンマットって思う <laughs> <laughs> どういうことだおかしいな <laughs> <laughs> ランチョンマットが紛らわしかったんですよ座布団みたいなねなるほどなるほど見えて座っちゃったよみたいなもう無理しなくていいですよけさお兄さん何言ってんだよお前だっていつもブースの中に入る前にああもう今日は無理だ今日はバカ野郎お前無理だもう全然合ってないし池田うこと同じじゃねえかちょっと待てよ営業妨害だぞ顔が赤くなってきてますけど大丈夫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 大丈し大丈夫大丈 呼び捨てされちゃうそれはしょうがないいつも頭抱えてほら <laughs> <laughs> かわいそうにほら <laughs> かわいそうに <laughs> ほんとに,に,に <laughs> ノブもあんまダーシャリいうイメージねえもんないや全く思い浮かばないですよね子供の頃とかに流行ったことが僕の中であるなぐらいだんです、ね、なるほどねあじゃあちょっとこれこれをもうじゃあ次のメール読みますね、はい、チャンネームミレニアムダセンありがとうございます、えー、ゲームの名言ベスト3 3位ポケモンゲットだぜお 姉の子供が小学生だった頃連呼しているのを見て流行っているんだなぁと感じさせられました、うん、はで第2位「2> はい、自分の心は自分でも知らないことを知っているんだよ」ってこれは深いですね。 そうかマザー2か大人になってマザー2をやり直していて深い言葉だなと思いましたマザー2はね超おしゃれな作りなんですよぜひぜひ皆さんマザーは本名プレでやってくださいそして第1位やっぱスクエアスチャンネルですかスクエア2の話しましょうよ第1位ゆうべはお楽しみでしたね子供の頃意味が分かりませんでしたがこういう面でもドラクエってすごいと思いますはい言われますよねドラクエ1ですね お楽ししみでですどうドラケエワンで姫を連れ帰って姫を抱えたまんま宿屋に入ると「夢はお楽しみでしたね」って言われるんですよね主人から2 5 6年前にそんなもん当時の俺分かるはずもなくただもやっとドラケエはいろんなことを教えてくれますよねパフパフとか。パパフフはそうですね バグマグはよく分かんなかったんですけどねやっぱ当時もでもこれはね多分鳥井さんなりのウィットに富んだジョークなんだろうねギャグかなジョークなんだろうねケンヌさんが相当嬉しそうだノーブはゲームのなんか名言名ゼリっとかあ、というかあのそれこそアニメでもいいよ何でも名言のまたずれちゃうんですけどあの 一回ちょっと外れちゃうんですけど、うん、ペルソナ3を買いに行った時に、うん、僕の仮説が悪かったせいで、うん、店員さんに「ペルソナ3ください」って言ったら「えクリスマスツリーですか?」って言たちょっとそれメモっていい?」<laughs> <laughs> それは冒頭で話しちゃってもいいかなそれ。クリス,マスツリーを特集することあんまないと思うんだけど <laughs> そこにじゃあ売ってんのかって話ですクリスマスリー売ってますここにみたいなクリスマスリーはなになにペルソナスリー言ってますたねじゃあクリスマスツリーですかペルソナスリーも必死クリスマスリーこれは面白い僕はびっくりしましたね本当に信じられないって思いましたねミッションなんかあるゲームとかアニメとかの思い出のセリフとか思い出のセリフはなんかいつもあのマリオのシリーズをやっててははいい。 ピーチ姫の「へいマリオピーズヘルプミー」っていうのがすごい印象に残ってるんですけどな毎回毎回言うなう思なってますゆらゆらゆらってわれちゃっていうかまあインパクトはありますよねあの人はでもさらわれるのが趣味だからね趣味ではないけどね仕事でもないぞそれはさらわれてなんぼだからねなんぼっていうかそこで女の価値が別にあるわけじゃないし ケは俺はですねあのー、エヴァの家事さんが言った言葉であのー、なんかじ自分にしかできないことを自分にならできることみたいな覚えてねえじゃねえかっていうのがあってですねみたいなって <laughs> みたいなって見たいないめっちゃ考えてたな,なんだっけなあったんですよまあ素敵な話だねなるほど 自分にだったらできることがあるはずだよっつって安、はい、本さんもあるんですか。なんだろうな俺今あれもあれ今カジさんだから山寺さんだもんね。はい。な山田さんだったかなあれ。今逆逆に山田さんつながりで思い出そうとしてる。じゃあメモリーズって映画があるんだけど大友さんのかお友監督の、はい、あれであの思い出は逃げ込む場所じゃないっていうのがねかっこいいと思った。へー。あー 今急に思い出した。他にもいっぱいあったけど、今山寺さんで一生懸命思い出した。それが思いついたなるほど。素晴らしい数ある中で。そうやべ、まだまだ話になっちゃった。よくないですか？たまにはね。いいことですよね。まあまあまあ、こういった感じで、あのベストセリどんどん送ってください。それにまつわる話全く関係ない話で、僕たちが広げていきます。お願いします。受付メールアドレスは s e アンダーバー c h a n アットマーク o n s n a g s e アンダーバーちゃんアットマーク onsen a g です。 ここでスクエアエニックスからのお知らせですまずはゲーム情報ですキングダムハーツ HD1.5 リミックスが好評発売中です キングダムハーツファイナルミックスと h e c h a i n of Memories の HD 版、さらに2009年に任天堂 d DS で発売されたキングダムハーツ 358Days Over 2のストーリーがお楽しみいただける映像作品を収録しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。はい。 ファイナルファンタジー11の拡張データディスク第5弾、アドリンの魔境のオリジナルサウンドトラックが3月27日に発売されます。価格は2100円です。そして同日発売のアドリンの魔境パッケージ版、またはファイナルファンタジー11のすべての要素がこれ1本で遊べるバナディールコレクション4のパッケージ版をスクエアエニックスイーストアでご購入いただいたお客様には、パッケージ版購入特典として、水田直司さんプロデュースでオルゴール アレンジされた限定特典 CD フファァイナルンンタジジーーー11ミュッックボックボスアドベンチャーズがついてきます詳しくは公式サイトをご覧くださいはい続いてはアニメ情報ですテレビアニメ「キューティクル探偵」「稲葉」「俺の彼女と幼なじみがしゅらばすぎる絶縁のテンペストロボティクスノーツ」が大人気放送中ですそして今回特集しました「デビルサバイバー2」「g アニメーション」と「 やはり俺の青春ラブコメは間違っているのテレビアニメが4月より放送開始となります詳しくはアニメ公式ホームページにてご確認くださいはい最後は出版情報ですやはり俺の青春ラブコメは間違っているモノローグの1巻が好評発売中ですいろんな購入特典がもらえるフェアも実施中ですのでスクエアニックスホームページのマガジンブック公式サイトをチェックしてください以上スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした はい、八本ひろきがお送りしてきましたスクエニックチャンネル第76回、76回もやらしてもらってますありがとうございますの配信もそろ,そろそろエンディングです,です,です、ね、はい,はい、まあメールを読んだまあ剣路だなこれはさすがにう<な>そうですね、本当ありがとうございます、えー、チャンネルもごっこさんごっこさんにスイッチクリーナーの本差し上げますその他メールを読みました、はい、あのミレニアム打線さんにはえー、あれですね本を読むときにあると便利なあれをあげますあ。 あれですかあれを5枚集めるといいことがありますよ頑張ってください <laughs> あれを集めてくださいはい、はい、番組では皆さんからのメールお持ちしております受付メールアドレスは SE アンダーバー CHAN アットマーク ONSAN ドット AG SE アンダーバージャーンアットマーク温泉 s a n ドット AG ですどしどし送ってくださいはい、えー、ノブが今目の前にまだいますけどはいお願いします来週もまた来てくださいねなぜならば日本取りだからちょうどいいーーあじゃあニジ今日全然仕事しないからここ読んでじゃあえあいいんですかと、はいうば で今回はここまで。次回の配信は3月28日引き続き4月から放送のアニメデビルサバイバー2を特集。お願いします。ゲストは日本撮りだから2週連続で岡本信彦さん。<laughs> 信彦？はい。え久々にえいい人や。岡本信彦さん。久々にゲスのコー,ーも。その中でここまでのお相手は。 相棒ちゃん、ケンおせつえちゃんにしあスカと、ゲストの岡本信彦でした。はい、でしたじゃね、お前、<laughs> 俺のことも言わない <laughs> すみませろ。ヘイヘイ信彦さんよ。<laughs> プロフィットの信彦さんよ。<laughs> 信彦です。<laughs> <laughs> はい、パーソナリティちゃやは安本ひろきでした。それでは、皆さん、次回のすけにちゃんまで、さようなら。じゃん。この番組は、スクエアエニックスの提供でお送りしました。